はい、本日はお忙しい中ご参集いただきましてありがとうございます。本日、秋冬モデルということで、ラビバリスタシリーズ7タイプ49モデル、こちらの方を発表させていただきます。それではこの商品に、開発にあたっての商品化にあたっての、バックグラウンド等を説明していただきたいと思います。まず市場関係なんですけど、この紙機のところを見てみると一つの構造変化というのがかなり起こってきたかなというふうに考えております。で、一つは、やはりネットブックというものがかなり市場としてのカテゴリーとしてかなり落ちてきている。対前年で見ますと大体半分ぐらいになったのかなというふうに今市場としては見えております。一方、ネットブックを除く通常 PC と申しますでしょうか、そちらの方は近畿のところでは 140% を超えるような伸長しておりまして、非常に好評いただいて販売数が伸びているという状況でございます。で、全体としましては 120% ぐらい、大体それぐらいの伸長しておりまして、やはりパソコンというものがやはりもう生活の必需品になってきたのかなというふうに我々としては考えております。はい、はい、でその中でやはりトレンドですけど、と見まして大きく3点あるかなと思います。で、1点目ですけど、やはり 3D 元年ということで、さまざまな 3D 機器がこの、最近発売されているということで、テレビ、レコーダー、カメラ、さらに映画の方もかなり大ヒットしておりまして、もう 3D でないと映画ではない、ちょっと言い過ぎかもしれませんけど、それぐらいの状況になってきているのかなというふうに考えています。あとテレビの放送の方も、BS11または使いパーフェクト TV ですね、ホームランドの方で放送が始まったりとかで、3D 放送というのも一部の放送が始まっている。で、ネットの方ではもうかなり前からですけど、 YouTube だとかそういうところで動画写真が上がってきている。で、ゲームにつきましても 3D のゲームというものが広がってきているということで、やはり今年というのはこれから年末来年にかけて 3D のコンテンツというものがさまざまなのが増えていくんだなというふうに我々としては考えております。はい、はい、で2点目がやはりテレビ放送のデジタル化ということで、いよいよ来年の7月の、アナログテレビに向けて、やはりこの年末に向けたところでのテレビ需要というのはかなり盛り上がるだろうというふうに考えています。で、ここに向けてやはりパソコンとしても、テレビとしてしっかりやっていく必要があるだろう、これが2点目のところでございます。はい、で3点目がやはり市場が120% 好調だということもありますけど、さらにやはりもっとパソコンを使っていただきたいということで、家庭の中で、複数を使っていただく、個人の方に複数のパソコンを使っていただく、このような提案のものをしっかりとやっていきたいというのが我々のバックグラウンドにございます。はい、でこれらこういうバックグラウンドの中で、この秋冬モデルの商品強化のポイントということを3点にまとめさせていただきました。で、1点目はやはり 3D について、現状1モデルしかございませんでしたけど、今回から選べる 3D ということで3モデルを、拡充させていただくということで、デスクトップ機ですけど3つのモデルで、選べるようにということをやらせていただきたいと思います。で、デスクトップの中では、全てのデスクトップで、3D モデルが選べるという形に今回のモデルからなります。はい、で2点目がやはりテレビ需要ということで、やはりテレビモデルというものを拡充して、このアナログテレビに向けたテレビ需要の、取り込みということをパソコンでもしっかりやっていきたいというのが2点目でございます。で、3点目が、市場拡大に向けて、やはりもっとパソコンを使っていただきたいということで、やはりネットブック市場がシュリンクしておられて、やはり2代目として、重要な市場だと思ってもいますので、そういうところでしっかりと商品強化をして、もっとパソコンを使っていただきたいということを考えております。はい、で詳細ですけど、まず 3D のところですけど、大きく3モデル、2つの考え方で作ってます。オールインワンで手軽に、3D を楽しんでいただきたいお客様向け、あとやはり 3D ハイエンド 3D という形で、パソコンならではの 3D を使っていただくという、こういう2つの大きな視点での評価をやらせていただいております。で、1つ目の手軽にって形では、やはり視聴楽に綺麗にということで、23型の、フルハイビジョンIPS ですから、横から見ても 3D になりますけど、こちらのものでしっかりと 3D の方やっていただく、見れるようにするというもの、それとやはりお手軽にということで、現状バリスタ N の方で 3D モデルの方商品提供させていただいておりますけど、こちらの方やはりもっと臨場感を持っていることで、
FBW 上位機で好評でしたヤマハのサウンド、こちらを入れましてより臨場感ある 3D を楽しんでいただこうということで、このリモデル一体型の方で強化をしております。でさらにやはりゲーム市場を取り組むためにはやはり変更版だけですとなかなかゲームの方には対応しづらいということがございますので、やはり NVIDIA の 3D ビジョン対応のものというものをデスクトップ機の方でラインナップしております。でこちらの方で 3D 対応の PC ゲーム、NVIDIA のゲームに対応しておりますので、大体400種類のゲームがありますけど、そちらの方を楽しんでいただけることができます。はい、でその中で今回 3D の中で一番大きなメガネとしては 3D デジタル放送対応ということで、このバリュースター W、バリュースター N につきましては3波のチューナーを搭載しておりますので BS11 の方の視聴ができるようになりました。さらにバリスター W の方では光 TV 対応しておりますので、こちらの方で光 TV 対応の VOD サービス、こちらも 3D 放送を視聴いただくことができます。もちろん 2D 通常の放送の方ももちろんご覧いただけますので、さらに楽しんで 3D で臨場感あるものを楽しんでいただけるというのが今回の強化の一番のポイントになっております。で今まで公表いただいております 3D の AV 対応ということで、ブルーレイだとか 3D 動画、あとネット上の 3D コンテンツ、こういうものは引き続き楽しんでいただけるというふうに考えております。はい、テレビ機能ですけど、これは 3D 以外のところで強化しているものでございます。公表いただいているテレビ機能につきましては、例えば聞こえる映像サイズだとかハイビジョンの長時間の方、こういう機能につきましては引き続き、機能を搭載しております。さらに今回はやはりノートの方でもっと自由にテレビをご覧いただきたいということで、ワイヤレス TV デジタルモデルの、ラインナップの拡大をしております。でこちらのモデルで、ラディ L、ラディ M のところ、これは電灯向けモデルの方で、モデル強化をさせていただいているものと、あと LC ダイレクト、弊社の、ウェブでの直販の方ですけど、こちらの方では一体型 PC でも、ワイヤレス TV を、使っていただける、ご使用いただける環境をご提供しております。これはパソコンを設置する場所と、やはりテレビアンテナが来ている場所というのがなかなか違う場所に置かれる場合がございますので、その場合にテレビアンテナのそばにワイヤレス TV のセットを置いていただいて、パソコン自身は、別の場所に置いていただけるということで、設置の自由度を上げるためにこういうバリスタイルでのワイヤレス TV モデルというものを、MC ダイレクトの方から販売させていただきます。さらにより、快適に使っていただくために外でのビデオ、こちらの方を、強化しておりますし、こちらは外でのビデオということで携帯電話の方で、SD カードで、持ち出すことができるんですけど、より簡単なステップで、こちらを持ち出せるようにということを今回強化しております。さらにウェブサイト検索ということで番組表、ロックバズミ番組から、公式サイトの人物メーカーなどをブラウザで表示できるということで、よりテレビを、インターネットとつないだ形で楽しんでいただけるということも今回の機能強化に、させていただいております。はい、で、すみません。はい、で、これからモデル、個別の方をご紹介したいと思います。まず、バリスター W ですけど、こちらの方はやはり3点の強化を今回実施しております。筐体自身は新しいものでございます。映像や音にこだわった AV 機能ということで、もちろん 3D のモデルもございますけど、フルハイビジョン IPS 液晶、さらに、公表いただいているヤマハのサウンドシステムということで、臨場感のあるサウンド、低音までしっかりと音を出しておりますので、こちらで楽しんでいただけるということだと思っています。あと、テレビにつきましては、サンパ W、先ほど入れた機能、すべてのものをこちらのモデルでは搭載しておりますし、デザインという形では、さらに薄くということで、全機種よりも薄くしている。あと、カラー自身も、今回新たにハニーブラウンという形で、ブラウン、茶色系の色ですね、こちらの方でインテリアに馴染むようなものという形で、入れさせていただいております。はい、あとは視聴の自由度ということで、今まではチルドスイブルという形で、左右に触れる、上下にこう入れ替えるという形ができたんですけど、今回から上下に持ち上げられるという形で、それによってより自由に、テレビだとか AV を楽しんでいただけるという形の機能が、こちらの筐体の方には入れさせていただいております。これによりまして 3D とか 2D テレビをより自由に、ご覧いただける、楽なスタイルでご覧いただけることができるというふうに考えます。
はい、でバリスタ N、こちらはデスクトップで、ナンバーワンをずっと私物でシェアを取らせていただいているモデルでございますけど、こちらの方も新しいデザインということで、さらにはフォトスタンド型の新デザイン、デザインの方を洗練しております。さらに充実な UV 機能ということで、中内地震を3波に上げて、BS 放送、CS 方法も今回からご覧いただけると。で特に 3D モデルでは、3波対応することによって BS11、こちらの方で 3D 放送も楽しんでいただけるという形になっております。さらに、ヤマハサウンド、先ほど最初にご説明しましたけど、チタンスピーカーを積んだヤマハサウンドということで、これはヤマハの技術の FR ポートという新しい技術がありますけど、こちらの方で低音から高音までしっかりと音を出せるシステムというものを搭載しております。さらに環境ということで、LED 液晶を今回搭載しておりまして、こちらのモデルは、省エネ法の方で11年の基準でございますけど、シングル A の規格を、取得しております。また先ほど漏れましたけど、バリスタ W の方では、ダブルデーの、取得をしておりまして、やはり省エネということにもしっかりと取り組んでいるのが今回のモデルでございます。はい、で3度目バリュースタイル、分離型モデルでございます。こちらは基本性能の追求ということで、まず Core i7 8700 8GB ということで、しっかりとパソコンとしての機能をまずベースとしてしっかりやっておくということでございます。で2点目はやはり 3D 対応ということで、アクティブシャッター方式の 3D をこちらは対応しております。でこれによりまして、ゲームタイトル、先ほどご説明したんだけど、大体400タイトルぐらいのものが、楽しんでいただけるものになります。さらにこのモデルから、キーボードを変更しておりまして、従来のバリスタ W、バリスタ N で公表いただいております、ワイヤレスのキーボード、こちらの方のデザインをそのまま使いましたワイヤードの、キーボード、よりコンパクトにより使いやすくという形でキーボードについても一新させていただいております。はい、で2代目ということで、やはり2代目をしっかりと、我々としてご提案したいということで、今回ネットブックにつきましても、しっかりとしたものを、選べるカラーと先進スペック、自分らしく使えるコンタクトでコンパクトなネットブックということで強化をしております。まず10.1 型の、クラス最上位、モバイル性能ということで、まず、フットプリント、設置面積ですけど、設置面積というのは持ち運ぶ時のサイズになりますけど、10% のコンパクトにしております。さらに厚さにつきましては、ここには表記しておりませんけど、前機種から 2mm 薄くなりまして、サイズ粒で 25.7mm、かなり薄型の筐体を採用しております。でバッテリーライフ自身も、前機種から大体2割アップ、上域では10時間、ミドルのところの BL350 のところで5時間ということで、持ち運んで 使っていただけるには十分なバッテリーライフも、ご用意しております。AC アダプターにつきましても、従来少し大きかったんですけど、こちらもコンパクトにしまして、一緒に持ち運んでも邪魔にならないものを採用しております。さらにその中で上位のモデル、BL550 のところではデュアルコアのモデル、アトムの N550 ですけど、こちらと 2GB のメモリを積みまして、インターネットであるハイビジョンの動画ですけど、そちらも格付きなく再生することができますので、十分なパフォーマンスを持ったモデルとしてご使用いただけるのではないかと思います。さらに使いやすさということでは、アイソレーションキーボード 19mm のピキピチということで、ネットブックなんですけどしっかりと使えるような形を使っております。さらにこのモデルの最大の特徴になりますスクラッチリペアということで、カバンの出し入れをしたときに細かい傷がついたり、モバイルノートの場合あるんですけど、そういう傷がつきにくい塗装をやらせていただいております。詳細はこちらなんですね、こちらですけど、上にある通りちょっとした傷でしたら、さっと戻るということで、後で後ろの方で全部ご覧いただけますけど、そのようにファスナーとかそういうところで傷がついても元に戻りますので、安心して、快適にご使用いただけるかなと思っています。前機種ですと下側にあります通り、やはり少し傷がつくとやはり目立ってしまうということで、特にグロス のテカテカした塗装をしっかりと高級感を持つ塗装をしておりますので、そういう中でも傷が目立たないような工夫ということで、今回はこのスクラッチリペアという塗装を入れさせていただいております。で従前弊社の方でラビジェというモデルでこのスクラッチリペアという塗装をやってたんですけど、実際に塗装ペインティングをやってますので、なかなかコストを含めてご提供できる価格が高かったということなんですけど、
今回はIDMFという技術の中に入れ込みましたので、量産技術が確立しましたので、このネットブックでもこの技術が適用できたというのが、一つのポイントになっております。はい、でそれと、さらに2代目ということで、類機能です。類リモートスクリーン機能をこの秋冬全モデルで標準搭載をしております。対象モデルにつきましては、親機の方は、全機種、入れておりまして、後期の方は、親機の方はデスクトップ機ですね、申し訳ありません。デスクトップ機の方で、入れております。で、後期対応としましては全機種で使えますので、いろいろな場所で、特に家の中でお使いいただけるときに、快適に、相手のパソコンをリモートコントロールできるという環境になります。で、特に今回のモデルは、ソフト化したというのは一つのポイントと、もう一つは、簡単化したということで、インストールセットアップの方が前期ではなかなか難しいということをお客様からフィードバックいただきましたので、簡単に初期設定できて簡単に使用できるという形の今回はインストールの簡易化を、実施しております。でさらに快適性ということで、GPU パワーモード、VW970 NVIDIA のグラフィックスを持ったものでございますけど、こちらの方ではフルハイビジョンの画像も、転送できるということで、よりスムーズに、上位機を、親機として使っていただければ、お使いいただけるということになっております。はい。はい、でその他秋冬モデルでございますけど、ノートの方では、テンキー付きのセミグロッシーキーボード、こちらの方を今回のモデルからアイソレーションキーボードということで、隣のキーとの、間を空けましたので、これによりましてより使いやすく、例えばホコリが入りにくいとかですね、そういう形でお使いいただけるのかなというふうに考えています。でキートップにつきましても、やはり指紋がつきにくいということで、必ずセミグロッシーという形で指紋の 目立たないような形の塗装をして高級感と、使い勝手のところを両立させていただいております。さらに液晶の方では、LEDEX2 液晶、これは LN750 以上の方に搭載しておりますけど、そちらの方は従前は、バックライトに、LED 液晶を使っていなかったんですけど、今回のモデルから LED の液晶にしまして、省エネということも対応しております。さらに右側ですけど、モバイルのところ、ラビ M のところでは、今回10時間のバッテリーライフということで、従前版のバッテリーが小さいものでしたけど、今回は大きいもの、ほぼ倍ですけど、10時間使えるということで、外でも、しっかりと使っていただける環境というのをご提供しております。はい、でさらにモバイルの方では、モバイル YMAX を標準搭載しておりますので、YMAX が使える環境でしたら、すぐに使えるということで、今回ラビ M の方もお使いください。でこれら秋冬モデル、これら秋冬モデル、今週、木曜日から発売開始、させていただいておりますけど、販売目標としましては月間12万台、夏モデルと同じ数字でございますけど、こちらの方を目指して、お客様へ快適安心というものを提供して、我々のパソコン自身を、広げていきたいというふうに考えております。はい、今日はどうもありがとうございました。